おはようございます。大洲市議会議員の中野博史です。今日は8月29日です。大洲市議会議員選挙告示となりました。今日からは候補者としてこの動画を撮影していきたいと思います。時刻の方は間もなく朝8時半です。朝8時半より大洲市選挙管理委員会にて立候補の受付が開始されます。もう間もなく私の立候補受付が受理をされまして、選挙ポスターの番号等も決定いたします。その後に私の後ろにあります選挙カーの覆いを外しまして街宣に出かけます。これから1週間大変お探しをいたしますが、また選挙中この模様をお知らせをしていきたいと思います。1週間よろしくお願いいたします。